香辛療法は、生きたミツバチの針を使う療法です。ミツバチのお尻から針をピンセットで抜いて、手加減しながら打っていきます。顔面麻痺。顔面麻痺の場合は、麻痺している、三叉神経を取るのですが、それだけではちょっと効果が薄い。いくらミツバチの針として、実は私は気功を加えて、患者さんの例えば左側の顔が麻痺してた場合は、左側の麻痺した顔に手を当て、気を入れながら下がった顔を上に上げるように、もう30分、少なくとも30分ですね。ずーっと気を入れて、緩んだ顔を上げていきます。とにかく、期間が長いと、それだけ治る時間が、回数かかりますので、麻痺が起こったら、即、いらしていただければと思います。